高台院、高台院、高台院、少年は、諸説あり官営元年9月6日、1624年10月17日、は、戦国時代、室町時代後期から、江戸時代初期の女性で、豊臣秀吉の性質である。杉原、木下家貞の実前であるが、浅野家に幼女として入る。秀吉の養子となって、後に、小早川家を継いだ、小早川秀明。 橋場秀俊は兄、イエス・の子で彼女の老いにあたる。一般には北の万所という通称で知られる。北万所と呼ばれた人物は歴史上数多く存在したが、彼女以降はこの通称は彼女と不可分のものとして知られるようになった。戦国時代まで主婦家を持つ政裁が武家の火星を取り行い、高台院も橋場家の火星を取り仕切っていた。 忌イミには、諸説ある。一般的には、ネネとされるが、夫、秀吉や高大院の署名などに、おね、ね、ねいという表記があるため、おねと呼ばれることも多い、忌ミナについての論参書。また、老いにあたる木下都市坊の備中国足盛藩の文書、木下家府や、その他の文書では、ねえ、安子、ねいなどと記されていることから、ねえ説もある。しかし、近年、 秀吉自身の手紙に、ネネと記したものが確認され、再び、ネネ説が浮上している。天正十六年、1588年、十一位を授かった、歳の棄には、豊臣義子の名があるが、これは夫、秀吉の名を受けた者、意味名を参照。法名は、高台陰子月進行。杉原忠だ知朝日殿の次女として、終わり国朝日村。 現在の愛知県清須市に生まれる。兄弟は、木下家貞、調整員、杉原熊。後に、おば、福野と次崎、先、尾張国海東軍津島。現在の愛知県津島市のの、長勝の幼女となる。A64 年、1561年8月、小田信長の家臣、木下東吉郎、豊臣秀吉に嫁ぐ際、実母、朝日に、 身分の差で反対されるも、兄の家差だが、自らも秀吉に養子縁組すると悟したため無事に嫁いだ。通説では四歳。当時としては、珍しい恋愛結婚であった。結婚式は周囲に反対されたことと夫の身分の低さから、わらと薄べりを敷いて行われた、質素なものであった。二人の間には、子供がなかったので、加藤清正や福島正則などの秀吉や、 自身の親類縁者を養子や家臣として養育していった。A61 年1568年頃から数年間は美濃国岐阜に在住。この間、信長に従って上落していた秀吉は家で目掛けを取り、石松丸秀勝を成している。天正2年1574年、大見国長浜十二万国の死となった秀吉に呼び寄せられ、 秀吉の聖母、仲と共に転居した。この後は遠征で、長浜を開けることの多い夫に代わり、上州代行のような立場にあった。天正十年、1582年の本能寺の変の際には、長浜城に行ったようで、明智方の厚地氏が攻めてきたので、大吉寺に避難をしている。その後、秀吉と共に、大阪城に移り、天正十三年、 1585年、秀吉が関白に任官したことに伴い十三位に除せられ、北満所の称号を許される。天下人の妻として、北満所は朝廷との交渉を一手に引き受けたほか、人質として集められた諸大名の祭司を監督する役割も担った。この頃、何らかの症状による便秘に苦しんでおり、十月二十四日付のお根宛ての秀吉の書状の中で、 大弁の文字が3度、下句だし、下痢の5が2度出てくる。天正16年4月14日、1588年5月9日、雇用税天皇は、樹楽大に行行し、5日後無事に完了すると、諸事万端を整えた功により北満所は破格の11位に除せられている。天正20年、1592年、秀吉から所領を与えられており、 平野草に約2370国、天皇寺に3980国、切れ村約1405国、中川村約491国など、合計1万1国7度であった。文録二年、1593年から始まった文録、慶長の役で秀吉は前線への補給物資輸送の円滑化を目的に、交通の整備を行い、名古屋から大阪、 k への交通には、秀吉の主印状が、K から名古屋への交通には、豊臣秀寺の主印状が、そして、大阪から名古屋への交通には、北万所の国印状を必要とする体制が、築かれた。慶長3年8月18日、1598年9月18日に、秀吉が没すると、淀殿と連携して、豊臣秀頼の貢献に当たった。 武断派の七将が石田三成を襲撃した時に、徳川家康は最も中立的と見られている。北満所の仲裁を受けたことにより、結論の客観性、正当性が得られ、家康の評価も相対的に高まったと評価されている。慶長四年、1599年9月、大阪城を退去し、古くから仕えてきた奥女中堅有筆の子、像すら共に、 京都新城へ移住した義援受合日記、時常狂気。関ヶ原の戦い前に、京都新城は、櫓や兵を破却するなど縮小されたが、これには、城としての定裁を消し去るという意味があったものと思わる。この頃の北万所の立場は微妙で、合戦直後の9月17日には、大阪から駆けつけた兄の木下家貞の護衛により、受合。 カ重ュ春子の屋敷に駆け込むという事件もあった。関ヶ原合戦後は、引き続き京都新城跡の屋敷に住み、報告神社に、たびたび参詣するなど秀吉の供養に先進した、三本に、現京都御苑内南西付近に陰性したとの説も、あるが、根拠不明。現那初期の様子を描いたとされる地図、中昔久下町の図ではほぼ現在の京都、御苑仙洞御所、 大宮御所エリアを高台院田屋敷とし、その南方には使用人の住居と思われる高台院田場が立ち並んでおり、陰政後の暮らしぶりの一端を伺わせる。秀吉から河内国内に与えられていた大名並みの六百七十二国余りの広大な領地は、合戦後の慶長九年に養老領として徳川家康から安堵さている。 この時石高は三百四十六国、あまりに微増。慶長八年、千六百三年、養母の死と、秀吉の遺言でもあった秀頼と千姫の婚儀を、見届けたことを契機に落職。朝廷から陰号を賜り、はじめ高台院開陽神に、後に改め高台院子、月神にと称した。慶長十年、千六百五年。 実母と秀吉の冥福を祈るために家康の公園の元、京都東山に高台寺を建立し、その門前にも屋敷を構えた。大阪の陣では、高台院をして、大阪にいたらしむべからずという江戸幕府の遺向で、おい、木下俊志夫が、護衛喧官主役としてつけられた。そして、身動きを封じられたまま、玄奈元年、1615年、大阪の陣により夫、 秀吉と共に気づいたとヨト家は滅びてしまう。一方、リボは高台院を足止めした功績で、備中国足森藩主に取り立てられた。だが、徳川家との関係は、極めて良好で、徳川秀忠の高台院に屋敷訪問や、高台院主催による二条城内での農工業が行われた記録が残っている。またなお、区下の一員としての活動も活発でこの頃、高台院、 満所から、たびたび贈り物が、御所に届けられたことが、お湯天井日記から知れる。官営元年9月6日、1624年10月17日、高田院屋式にて死去。京年については76、77、83などの諸説がある。なお裁判万年に、木下家から、李望の一子、年継ぐ、一説に年蔵友、お、と臣や、 橋場屋の養子として迎えており、医療薬1万7000国のうちを海国内3000国分は、都市継ぐによって相続された。墓所は、京都市東山区の高台寺。遺骨は、高台寺玉屋の高台院木造のもとに安置されている。高台院は、秀吉の性質であったが、子供を設けることがなかったため、一時秀吉に辛く、当たられていたことがあり。また、 秀吉の側室である、与ドデとは対立関係にあったという説がある。ただし、近年の田畑康子や後部信羅の研究では、両者はむしろ協調、連携した関係にあったのではないかと指摘されている。秀吉の死後、高台院と与ドデの双方から積極的に、連携関係が結ばれていい。高台院は亡き夫の仏寺に専念し、与ドデは、 秀頼の後見人になり、後家の役割が分割されていた。関ヶ原の戦いでもヨドデンとの対立関係から、徳川家康率いる東軍のために動いたとするのが、通説であったが、近年の研究では、ヨドデンと連携して、大津城の戦いでの講和交渉や、戦後処理に動いたことが確認れている。また、逆に、石田三成らと親しく、関ヶ原の合戦時にも、 西軍よりの姿勢をとっていた可能性を指摘する、白川徹らの研究もある。その説の論拠として、白川が挙げるのが次の事柄である。以上により、諸説があり今のところ東軍側、西軍側いずれとも確定していない。意味名については、従前から、ネネと呼ばれてきたが、昭和期に入って、日本史学者の桑田忠隆が、北万所の自筆消息、手紙の辞書が、 ね一文字であることを理由に、彼女の名は本来は、ね、通称で、説当時、をつけて、おねであり、ねねは、対抗期などによる語気であるという説を唱えた。これに対して女性名の研究者としても名高いつのだ。文英は、一下のように反論した。ちなみに、NHK の大河ドラマにおいては、高大院が初めて登場した、昭和40年、1965年の、 太鼓期以降、長年、ネネが用いられてきたが、平成8年、1996年の、秀吉以降は、光明月寺を除いて、劇中では、尾根の故障が使われている。さらに、平成28年、2016年の、サナ丸マルでは、ネ、ね、ー、表記は、ネーが使われた。映画、テレビドラマ、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。